津軽ジャミの演奏会演奏会は、もっぱら音楽そのものを聞きに来る聴衆をターゲットとして音楽を演奏するイベント。ポピュラー音楽においてはもっぱら、ライブあるいはライブとも呼ばれている。生演奏でなくても、フィルムコンサート、ビデオコンサートというように使われる場合もある。音楽の演奏を含むものであっても、オペラ、バレエ、ミュージカル等のように演劇や舞踊と一体化している。 場合や、パーティーなどで、余興、BGM として演奏される場合は、演奏会とは見なさない場合が多い。リサイタルは、独奏会、独唱会を指し、一人のソリストを主役とした、演奏会を指す。鍵盤楽器など一人で、音楽作品を演奏できる楽器であれば一人だけが、舞台に登場し、戦術楽器や、声楽の場合は伴奏者などを伴う。コンサートは、本来は、 演奏会全般を指す言葉だが、競技には、オーケストラや合唱団など、大人数の団体が主役となる場合や、複数のソリストが次々に登場する演奏会など、リサイタルとは呼べないものを指す。例えば、アンネ・ゾフィー・ムター・バイオリンリサイタル、マリア・カラ・スソプラノリサイタル、オペラ・ガラ・コンサートなど、オーケストラ、吹奏楽団、合唱団など、常設の演奏団体が、 自ら主催し定期的に開催する演奏会を定期演奏会あるいは予約演奏会という。シーズンを通じて一括して演奏会の入場券を予約できる権利が設定されていることが多く、そのような権利を購入したものを定期会員と称する。コンサートツアーあるいはツアーともいう。演奏者が普段活動している地域を離れて各地を巡回し、 演奏会の公行を行う。ポピュラーミュージックの分野においては、イベンターやプロモーターとレコード会社、所属事務所が協力して、大規模なツアーが組まれることが多い。近年の音楽業界では重要な収入源となっている。オペラなどにおいて、通常のオペラの公演とは異なり、舞台装置などの演劇場の演出をせず、舞台上にオーケストラが乗り、 その前で、ソリストが歌を歌うような形式の公演を行う、場合があり、このような公演の形態を、演奏会形式という。何かを記念して行われる特別企画の音楽会で、ガラコンサートという名称を日本語に置き換えるとすれば、特別公演、記念演奏会、祝賀音楽会となる。ガーラは、祝祭を意味し、年末年始や、 文字通り主な祝祭に合わせて行われることが多い。ソリストの演奏を中心に組み立てられ、オペラやオペレッタのアリアや、競争曲の一つの楽章、オペラの助曲、感想曲や演奏会用助曲、バレエ音楽の一部のような短い還元楽曲、といったプログラムが多い。オーケストラの演奏会助曲など短めの、曲競争曲、小規模な公共曲、 中規模の還元楽曲休憩交響曲、大規模な還元楽曲などメインの曲。ありがとうございます。